トゥナズテペ級駆逐艦はトルコ海軍の駆逐艦。2隻が収益した。本級はトルコ海軍が自国の沿岸防備のために1929年度海軍計画においてイタリアに発注、建造した2番目のクラスの駆逐艦である。今回は CT 社、リーバトリガソ造船所に2隻が発注された。写真はトゥナズテペ本級の船体形状は同時期に イタリア海軍で建造されたダルド級駆逐艦に禁じしている。全球と同様に視野の少ない選手楼型の船体形状としたが、選手全端の形状は上部をやや突出させ、全球より傾斜の大きい形状としている。また、全球とは手法が連想式となっている点も異なる。選手楼艦板の後端に環境と全部マストを配置。 その後方の甲板下は3機の主管を収めた、艦室区画で1番煙突に主管2機分、2番煙突に1機分の煙地が同設された。煙突後方に53.3センチメートル3連装魚雷発射管2機が配置された。手砲は前後甲板上に各1機配置された。写真はザフェルボン級の手砲には、 アンサルド製1926年型 12cm 速射砲を採用した。その性能は重量 23.15kg の砲弾を行四45度で 22000m まで届かせることができた。方針の不行能力は行四45度、深く10度で、旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていた。装填形式は自由角度装填で、 発射速度は人力装填のため毎分6から7発であった。これを棒立てのついた連装砲がで2機搭載した。他に対空兵装としてビッカース社からテルニ社でライセンス生産された 4cm ポンポン砲が単装砲がで2機が搭載された。水雷兵装として 53.3cm3 連装魚雷発射管2機を搭載した。CT 車 リーバトリガソ造船所にて1930年1月に、寄港、1931年7月27日に、浸水、1932年6月に収益、1954年2月に除籍後、解体処分。CT 社、リーバトリガソ造船所にて1930年1月に、寄港、1931年9月20日に、浸水、 1932年6月に収益。1954年2月に除籍後、解体処分。ありがとうございます。